水野明子のどないなっとるねん。今日のテーマは官邸前の脱原発デモ仕掛け人に聞くと題してお送りいたします。近藤さん、はい、この首相官邸前のデモというのはずっと続いていて、うん、これ3月からなんですよね。そうですね、首都圏反原発連合というところがまず呼びかけて3月29日にスタートいたしました。で、毎週金曜日の夜に首相官邸前に大勢の方たちが集まっていらっしゃるんで、私が取材をさせてもらったのが7月6日のことでした。2週間前になるんですけれども、うん、あの時はね、近藤さん、はい、あの大井原発が再稼働されたのが7月1日日曜日でしたので、まあその週の金曜日っていうことは私はもうだいぶ盛り下がってんのんちゃうかと思って行ったんですが、いやいや行ってびっくりという状態だったんですね。あのその首相官邸前も本当に大勢の人の中でこの仕掛け人の方にお会いしてマイクを向けるというのは相当体力的に厳しいことなんですよ。あの時15万人とか言ってましたよね。そうですよね、主催者発表ではそれぐらいの数字が出ていたんですが、まあものすごく、まあ、歩道を埋め尽くす人たちで前に進むのが難しい、そんな中でほんのわずかな時間ですけれども、はい、仕掛け人の女性に私インタビューしたんです。まずはその時の様子から少し聞いていただきましょう、はい。どういうふうに呼びかけたんですか？最初はやっぱりツイッターを中心に、あのチラシとかじゃなくてツイッター中心に呼びかけましたね。最初どれぐらいの反応だったんですか？最初は300人ですね。そのうちあの5月の末ぐらいから新聞に出たりとか、あと口コミとか、あとでそれちょっと広がってはきたんですけども、ちょうど6月の上旬も頭に、まあ、結局あの稼働みたいなことになりましたよね。それであのまあ、その時にバッと爆発的に1万人超えて、一番はやっぱり皆さんの怒りだと思いますよ、はい、あの再稼働してしまったら、だんだん下火になっていくのかなと私は思ってたんです今週、そのところはどうですか？そうですね、私だから、まあ、多くの人はそれでね、今まで反対しててなっちゃったから疲れちゃうんじゃないかとか心配されてた方もいると思いますけど、でもやっぱり、まあ、みんな許さないんだと思いますね。さて今日はですね、今お声を聞いていただいたこの反原発集会の仕掛け人の女性が、お話をしてくださいます。イラストレーターのミサオレッドウルフさんとお電話がつながっております。ミサオさん、こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。先日はお世話になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます、そして近藤さんもいらっしゃいます。はい、毎週の近藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日もですね、首相官邸前のデモは行われたんですよね。はい、そうですね、はい、今日は、あの今までと違ったことってありましたか？どんな様子でした？そうですね、先々週からですね、あのちょっと警察のあの規制が厳しくなって、あの取材された時はもうそうなってましたっけ、あ、なってない時だったと思うんですけど、あ、私の時まではあのいろいろなその策がまだ緩やかだったと聞いていますが。あ、そうですよね、それで、先週からですね、はい、ちょっとあの警察の方のあの規制がちょっと厳しくなってしまいまして。どんな風に厳しくなったんですか？ですね、とにかくあの官邸前の方は歩道しかも使えない状況ですね。車道にはもう人はこぼれてはいけないと。いけないと。でも歩道ってものすごい狭いですやん。そうなんですよね。1、2メーターないぐらいじゃないますか、幅。そう、結果的に、まあ、人がね、あの、あんまり来れなくなってしまうじゃないですか、官邸前に。なので、まあ、いろんなこの周辺、あの、まあ、その前からもそうですけど、まあ、ちょっと国会の方とか、あの、経産省の方に伸びる道とか、そういうところに、あの、もう伸びざるを得ない状況が、さらにそうなってしまいまして、あの、官邸前の道が、あの、制限を食らってしまって、それで、あの、ただやっぱり、ね、皆さんやっぱり、来てくださるというか、参加される方はもう、やっぱ絶えないので、で、私たちとしては、前回からなんですけど、今まであの、官邸前だけ、あのスピーチエリア、マイクを持って抗議するあの、はい、場所があったんですが、先週からですね、あの国会前にもあのステージを作りまして、そこでもマイクを持ってあのお話をしたり、あのしたりできるように。そうか、東京のね、
チリに、はい、私も疎いんですけど、首相官邸前と国会議事堂前っていうのは、何百メーターぐらい離れてるんですか？これ何百メーターですかね。で、歩くと結構、まあ5分。そう。以上はかかるかな。5分ぐらいかな。ああ、で、そこをまたずっと人の列ができているから、別にもう一つ会場を設けて、マイクの声を皆さんに聞かせるということですか？そうなんですよ。はい。それで、結果的に、まあ、先週初めてそれをやりまして、で、その結果、結構、国会前の方も人気になりまして、うん、ファミリーエリアって私たち、ファミリーエリア？それもともと、そうですね、6月の頭にちょっと人数増えてから私たち始めたんですけども、やっぱりお子様連れのお母様とかもお見えになるので、うん、ちょっと人混みが危ないじゃないですか。そうですね。赤ちゃん連れてる人とか、ベビーカーで来てらっしゃる方とかいらっしゃいますよね、結構。で、やっぱりね、危ないので、そういう方も講義ができるように、ちょっと安全な場所を、確保してまして、それをファミリーブロックっていうふうに私たち名付けてるんですが、それも国会の何個か場所は移動したんですね。なんですけど、なかなかいい場所がなくて、で、最終的に先週からそのマイクもあるところの近くに、ファミリーエリアも作りまして、で、基本は官邸前では、本当にスピーチというか講義とコールで、あんまり歌とか、歌わないでもストレートに訴えようっていう感じだったんですけど、再稼働反対って、再稼働反対、こればっかりをずーっと延々言うてはりますよね。他のこと言わずにね。とにかくもう声をね、官邸に、中に届けたいっていうので、コールを多くしてたんですが、国会前の方では、歌とかも歌う方も、こう、OK な感じになりまして、ちょっと広場のような感じですね。はぁ、じゃあ、まあ、より、広がってる感じがあるんですかね。多様化してるというか、そんな感じで、あと、田中康夫議員さんが、白い風船をね、ずっと配ってくださってるんですよね。はい。あ、それは、その時は、取材された時はなかったですね。でも白い風船持ってる方いらっしゃいましたね。そうですね。はい、あの時はね、1回目で、で、だんだん毎回、バージョンアップしてまして、数も増えてまして、だから、もうね、国会、の前の方は、が今人がいっぱい来れるので、そっちも白い風船がバーッと今日は皆さん持って、やっぱり官邸前とはちょっと違う、もっと広場な雰囲気になってましたね。はい。近藤さん？はい。こうしたこうデモが先鋭化するより、なんかより、こう、普通に広場になっていくっていう、ちょっと変わった変化ですね。あった変化ですね。僕も近所を歩いてた時に犬の散歩をさせてるご婦人が、この犬がいなかったら私、官邸行きたい言ってましたよ。ああ、うん、そうですか。だからつまりなんかね、そういう広がり方って今まで私経験がないもんですから、うん、ああ、そういう会話の中で私行きたいなんてね、ちょっとびっくりしました。私はね、東京でタクシーに乗った時に運転手さんに伺ったんですよ、うん、やっぱり交通渋滞などが発生して迷惑やと思ってはるん違いますかって言ったんですね、うん、いやいやそんなことない、もっともっとみんな怒るべきやって言って、うんうん、で私がそこに取材に行くということを、まあ取材と思われなかったんだと思うんですが、行くんだったら支援のためにアメちゃんあげるわって言って、アメちゃんをね、20個ぐらいあるだけ持っていき、これでみんなに頑張って持ってって私は手渡されたというね。すごいですね。なんかそういう潜在的な方の思いっていうのも東京にはあるのかなっていうふうに感じてるんですが、今日は鳩山元総理が参加なさったんですか？はい。どんな状況でした？ですね、6時もう、始まってすぐぐらいですね、はい、お見えになりまして、まあね、何人か周りに一緒にいらっしゃったんですけども、うん、もうすごい、本当に、私も本当に隣でスピーチを聞かせていただいたんですけども、本当になんかね、多分ですけど、おそらく本当に心からお話しされてたような気がしました。まあ自分もなんかいろいろ反省しているとか、ね、あと私が本当に嬉しかったのは、うん、今から官邸に入って、官房長官ですかね、うん、今日は野田さんはいらっしゃらなかったみたいなんですけども、
あの官房長官に話をしてくるということで、うん、あのスピーチをされて、はい、その後もうすぐあの横断歩道を渡って官邸に入っていかれたんですよ。横断歩道を渡ってすぐに官邸に行ってくるわ、はい、って本当に行ったんですね。はい、ええ、はい、はあ、